どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東北ブロックの6件ありますね。そちらの2020年度の問い31から問い40について解説をしていきたいと思いますので、皆さん準備はよろしいでしょうか？過去問についてはですね、下の概要欄のところから一応ダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。それでは早速始めていきましょう。問い31ですね。生産薬、牽引薬、及び消化薬に関する以下の記述の正語について正しい組み合わせはどれかというところです。はい、こちら、答えはですね、2番が正解となりますね。はい。なので、こちら2番と書いていきますよ。はい。それで2番なんですけど、ではですね、B が違いますね。B、生産薬の配合成分として、胃酸の働きを強めるもので、胃液の分泌を促すなどが用いられますよ、と言っております。はい。こちら、生産薬というのは、胃酸の働きを弱めますよね。なので、ここ、強めるというところが違ってくると思いますので、この B のところは誤りとなります。なので、生産薬は中和をすることを目的として、胃の中に入っている胃酸というのは、強い酸ですので、それを中和していくことを目的としておりますので、B のところはですね、弱めることが目的となります。はい。ということで、問い31。他のところ A、C、D はね、正解となりますので、問い31は2番が正解となりました。はい。では次、問い32番。胃粘膜保護修復成分に関する記述について、括弧内にいるべき正しい軸はどれでしょうかということで、はい。こちらはですね、アルジオキサスクラルファートは何とかを含む成分であるためということで、はい。こちら答えはですね、4番が正解となります。アルミニウムを含む製剤ですよね。はい、一応こちらにもですね、ちょっと書かせていただきました。アルジオキサスクラルファート。言葉の中にアルミニウムという言葉が入っていないので、なかなか選択を導くのは難しいのかなとは思うんですけど、ただ、皆様ですね、大丈夫でしょうか。アルジオキサのアルというところ、ね、アルミニウムのアルという名残が入っておりますよね。なので、こんなところから、あ、これアルミニウム製剤なんだなっていうのを、わかるようにしておいてください。それから、スクラルファート。これもですね、よく見ると、ここ、スクラル、ラル、ラール、ね、母音のアにルがついてますので、ここもアルミニウムが入ってる。そんなところからですね、ちょっと見分けをしていただくといいかなと思います。はい、ということで、問い32は、4番のアルミニウムを含む、成分となっておりますので、そんなところ、特に、なんでアルミニウムが入っているものに関しては、気をつけなくちゃいけないのかっていうのがその下のところに書いておりますので、このあたりのところですね、しっかりと確認しておきましょう。はい、それでは次、問い33番、いきたいと思います。死者成分に関する以下の記述のうち、誤っているものですね。ここ大丈夫でしょうか？ちゃんと読んでおきましょうね。誤ってるものはどれかということで、誤ってるもの。はい、誤ってるのは4番が誤っております。はい、中見ていきたいと思います。生薬成分のカオリンや薬用済み、ね、カオリンちょっと可愛らしい名前ですよね。は、過剰な胃腸の蠕動運動を正常化し、合わせて、水分や電解質の分泌も抑える死者作用などがありますよ、と言ってます。これ違いますよね。生薬成分のカオリンや薬用済み。カオリンっていうのは、ね、石の、軽石みたいなものが、このカオリンというね、足の裏の角質とか、こう、取り除くような、多孔性の石ありますよね。そのようなイメージしといていただくといいと思うんですけど、で、そんな多孔性の石と、薬用済み、炭ですね。これは、要は、多孔性の物質なので、その多孔性な、小さな穴のところに、有害物質を吸着することを目的として、使っておりますので、なので、蠕動運動を正常化し、とかって、そんなところは違いますので、4番、ここが誤りとなります。で、あとはですね、ちなみにちょっと気をつけておいていただきたいのは、タンニン酸ベルベリンです。3番のところに書いてありますね。これ、収斂作用を持つタンニン酸と、それから抗菌作用を持つベルベリンの化合物でありということで、はい、ここ、特に、間違いやすいとしては、タンニン酸ベルベリンと、タンニン酸、タンニン酸、アルブミンですね。はい、ここのところが、ベルベリンとアルブミン、間違いやすくなっちゃいますので、気をつけといてください。ね、単ニン酸ベルベリンが殺菌作用があります。ね、単ニン酸アルブミン、両方ともね、単ニン酸が入ってますので、収斂成分なんですけど、ベルベリンは殺菌作用がある。そしてアルブミンは、これは単ニン酸アルブミン気をつけなくちゃいけないですよね。アルブミンというのは、これは、そうですよね。血液中に含まれている成分、アルブミンってありましたよね。それですので、で、特にこれは牛乳からね、抽出されたタンパク質なので、牛乳アレルギーの人にはですね、十分な配慮が必要なものだったと思います。なので、そのあたりのところと引っ掛け出てきますので、十分気をつけておきましょうね。はい、ということで、次行きましょう。問い34番行きたいと思います。はい、問い34番は、次の記述は腸の不調を改善する目的で用いられる、漢方処方製剤に関するものであると、正しいものの組み合わせはどれかという内容です。はい、答え見ていきますと、答えはですね、こちら、34番は2番が正解となります。A と D が正解ですね。じゃあ B と C、どこが違うのか見ていきましょう。B の大黄甘草湯は、抗生諸薬として大黄を含みます。まあ、大黄って書いてますからそうですよね。そして体力中等度以上で、核物があって、便秘しがちなものの月経不順、月経困難、月経痛、便秘時などに、用いますよと書いてありますね。はい、ということで、この内容は、これ、大黄ボタンピ等の記述ですよね。そう。なので、これ、B と C は主語逆です。なので C の記述は大黄甘草湯の記述になりますので、B と C の大黄甘草湯と大黄ボタンピ湯、これ逆にすれば正解となりますので、そんなところ気をつけておいてください。ちなみに、両方とも大黄というのが入ってますので、大黄、ね、下剤のところにも使われてましたよね。で、大黄、ね、体に溜まっている余分な熱を取り除いてくれるような役目がありますので、例えば吹き出物ができたりとか、ね、そういったところに対しても使うことができます。なので、そういった皮膚のところに余分な熱とか、あとは、頭のところにも余分な熱が、溜まってしまった人に対して熱を取り除く役目もありますので、なので頭のところだったら、例えば、のぼせとか、そういったところの熱も取り除いてくれます。で、大黄ボタンピとボタンという綺麗なお花ありますよね。よくこう女性を例えたりするときにね、ボタン使いますよね。なので、そんなボタンのところでは、イコール女性と考えておいていただくと、ボタンは女性疾患に使っていくことができます。なので、今回ここのボタンピ、ボタンの、なんですか、幹の、皮の部分ですね。そこのところを使っていきますので、なので、そのボタンピ、これに関しては女性疾患に使っていくんだなというところでは、その B の記述のところの月経不順、月経困難、月経痛、女性疾患に使うことができるんだよというところで記憶しておいていただくと、ここは見分けがつきやすいかなと思います。はい、ということで、問い34は2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。今度は問い35番です。胃腸鎮痛鎮痙薬及びその配合成分に関する以下の記述のうち正しいものはどれかということで、はい、こちら正しいのはですね、1番が正解となりますね。はい、じゃあ他のところちょっと見ていきましょう。あ、ちなみにごめんなさいね、1番。アミノアスを交差に散るメトヘモグロビン血症を起こす恐れがあるため、6歳未満の小児の使用は避ける必要がありますよね。これよく出てきますからね、皆さんちゃんと覚えておきましょう。ね、アミノアスを交差に散るは局所麻酔成分でしたよね。そしてこちらにもちょっと書かせていただきました。メトヘモグロビン血症。ね、これ酸素をね、通常ヘモグロビンというのは酸素を運搬する能力があるんだけど、その酸素を運搬する能力がなくなっちゃうメトというヘモグロビンに変わっちゃいますので、酸素が運搬できない。ということは、例えば脳のところが酸欠状態になってしまう。そして貧血のような症状が出てしまう。そして6歳未満、要は小児にですね、そのような症状が出てしまうので使っちゃダメですよということで、6歳未満の人にはね、使用しないでくださいねという内容となります。なので、このあたりのところですね、特に6歳というね、年齢ね、他の年齢で聞いてきたりしますので気をつけておきましょう。はい、じゃあ2、3、4どこが違うのかということで見ていきます。2番、抗コリン作用を有する成分を含有する医薬品同士が併用された場合、失禁や、唾液分泌がいっぱい出てしまうと。そういう副作用。ではないですね。これ、失禁じゃなくて、尿閉ですね。おしっこが出なくなっちゃいます。尿閉の方になりますので、おしっこ出る失禁ではなく、尿閉となっていれば正解となります。はい、なので2番、誤りですね。それから3番、痛みが次第に強くなる。痛みが周期的に現れて、嘔吐や発熱を伴うなどの場合は、胃腸鎮痛、鎮痙薬を用いて受診、干渉はしなくても良いとありますけど、いや、してください。受診干渉ね、ドクターとかね、いろいろね、相談してくださいね。ということで、3番、誤りです。はい、では次4番ですね。胃腸鎮痛鎮痙薬に配合される抗コリン成分としては、大きいセーサーゼインとありますよと。大きいセーサーゼイン、こちらはですね、局所麻酔成分でしたよね。はい。なので、ここが違いますので、4番誤り。ということで、問い35は1番が正解でした。はい。では次、問い36番。駆虫薬などに関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかという問題です。はい。こちらはですね、答えは36番。1番が正解となります。1番ですね。はい。じゃあ内容ちょっと見ていきたいと思います。まずは A。駆虫薬が一度に多く服用すると、駆虫効果が高まるよ。ダメです。ね。ちゃんと適量をね、服用してあげてください。ということで、高まるというわけではありません。副作用出ちゃいますからやめましょうね。A は誤りです。それから B。B は正解ですね。B は正解ですね。大丈夫ですね。それから今度は C です。C は駆虫した中体や腸管内に残留する駆虫成分の排泄を促すために併用される遮下薬として、ヒマシ油が最適ですよとなりますけど、ヒマシ油、ね、これ、吸収を促しちゃいますので、なので副作用が強く出てしまう可能性がありますから、C は誤りとなります。はい、それから D です。海中は肛門から這い出して、その周囲にですね、散乱するため、肛門部のかゆみやそれに伴う不眠だったりとか、そういった症状を引き起こしますよと書いてあります。はい、これ海中ではなく、蟯虫ですね。はい、なので皆さん、何ですかね、幼少期の時に蟯虫検査とかってやったことありますよね。あれ、いつやりましたって言ったら、朝やりましたよね。朝、お尻のところにペターンとなんかセロハンみたいなね、ものペターンって貼りましたよね。あれ何かというと、ね、あれは肛門部にね、卵があるかどうかっていうのをペタンとシールに卵がペタンとついて、蟯虫住んでるねっていうのがわかりますので、なので、ここのところですね、蟯虫っていうのはね、皆さんが寝静まってる時にね、腸管内に住んでたものがですね、ねちねち感じで、肛門部のとこに移動して、そこで産卵をしていきますので、そんなところがですね、この蟯虫の特徴なので、しっかりと押さえておきましょう。はい、ということで問い36は1番が正解となります。はい、では次行きましょう。問い37番です。強心薬ですね、強心薬などに関するものであると。正しいものの組み合わせはどれかということで、問い37番は4番が正解となります。4番ですね。はい、じゃあ内容 C と D が正解なので A と B を見ていきましょう。A は、白虎か人参等は体力中等度以下で、めまい、ふらつきが時にのぼせ、動悸があるものの、と、めまいとかね、頭痛とか耳鳴りとかいろいろありますよね。はい、こちら、記述はですね、これ、白虎か人参等じゃありません。これは、両経十関等の記述になりますので、両経十関等ですね。両経十関等の記述となりますので、こちら誤りです。ちなみに、白虎か人参等、ちょっと書かせていただきました。白虎か人参等というものに関しては、このように熱感とか、狡猾が強いものの人、ね、そのような人に対して、ね、熱をこう冷ましてくれるような役目がある。ね、熱が強くなればなるほど、ね、ほてりだったりとか、湿疹とか皮膚炎とかね、そういった、熱をね、取り除くことによって、そのようなね、症状も、沈めてくれる。そんなことをね、目的として使っていくのが、この白虎か人参等というものになります。なので、A は、誤りとなります。それから B。麝香は、鹿科の、満州赤鹿または満州鹿の、オスのまだ、核化していないもしくはわずかに核化した葉核をと書いてありますけど、これは麝香ではありませんね。これは六条の記述になります。六条ですね。いいですか？六条の、記述になります。はい。なので、麝香に関しては、麝香鹿のオスの、シカ科のジャコウジ科のオスの分泌物を使っていきますので、ここ、ジャコウとね、このシカ科のマンシュアカジカとかね、核化したというところでは、確かに同じね、シカ科なんですけど、使う部位ね、角なのか、ね、それから分泌物なのかというところで違ってきておりますので、気をつけておきましょう。はい、ということで、そのようなところが違いますね。なので、問い37は、4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い38番です。高コレステロール改善薬及び、コレステロールに関する以下の記述のうち、誤ってるものはどれでしょうかということで、誤ってるのは、こちら3番となります。問い38は3番ですね。はい、じゃあ3番どこが違うのかというと、ガンマオリザノールには LDL などの以下排泄を促進し、リポタンパクリパーゼ活性を高めて、HDL 酸性を高める作用がありますよと書いてありますね。はい、ここ記述は、これはガンマオリザノールではなく、パンテチンの記述になります。パンテチンですね。ちなみにガンマオリザノール、ちょっとね、ここに書かせていただきました。抗酸化作用があったりとか、それから血行促進作用、そんな働きがありますので、ここのところ、ガンマオリザノールとかね、あとはパンテチンとか、そういったところの働き、しっかりと確認しておきましょう。はい。では、ということで問い38は3番が正解でした。はい。では次、問い39番。貧血用薬に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、問い39は2番が正解となります。2番ですね。はい。じゃあ、B が違いますね。B は、貧血の症状が見られる以前から予防的に鉄製剤を使用するべきであると言っておりますけど、予防的に使うことは好ましくありません。なので、ここのところですね、違うんだよというところを、確認しておきましょう。なので、しっかりとですね、鉄剤を、服用するというよりも、食事からとかね、そういったところから改善できることがベストですので、なので、B は誤りですね。はい。ということで、問い39は2番が正解となります。はい。では次、問い40番ですね。以下の循環器用薬の漢方処方製剤である三黄斜浸糖の記述について、カッコ内に言うべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、これ、問い40は5番が正解となります。5番が正解ですね。はい、5番、こちらはですね、三黄斜浸糖、3つの黄色と書いてありますので、これですね、黄色いもの、ね、入ってます。大黄ね、それから魔王もね、これうまい引っ掛けですよね。魔王も確かに、黄色って書くのでね、引っかかっちゃうんですけど、大黄というね、下剤が、これ入っておりますので、体に溜まった余分な熱を取り除いてくれますので、余分な熱、ね、顔面が好調しいとかね、書いてありますよね。あとはね、鼻血が出たりとかね、余分な熱溜まってしまっておりますので、そういったものをね、取り除く働きがございます。はい。ということで、問い40番は5番が正解となりました。はい。ということで皆さん、ここまで大丈夫だったでしょうか？第3章ですね。ちょっとレベルが高くなってきておりますけど、ただですね、ここ、基本的なところが多いです。なので、しっかりと、基本的なところですね、確認していただいて、何度も復習できるようにしておきましょう。はい。ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ、LINE@ などに、登録していただきますと、試験の情報だったりとか、あとは石川と、個人的にこうなんか質問も、お受けすることもできますので、もちろん無料でやっておりますので、ぜひぜひですね、ご利用いただければと思います。はい、ということで本日も、皆さん大変ありがとうございました。